こんにちは。これからタップの練習？調子はどう？そう。何かを始めた時って面白いよね。少しずついろんなことができるようになって。仲間ともうまくやってるみたいでよかった。記憶を失っていても、言葉が喋れなくても、いつの間にか周りの人とつながっている。君はそういう資質を持っているんだね。何でもそうだけど、初めは楽しい。だけど、続けているうちにその楽しさを見失うこともある。技術の壁を感じたり、最初の情熱が薄れてきたり、人間関係がよじれていったり。それでも君は、ずっとタップを続けていけるのかな？ごめん。僕はどうも疑り深い性格みたいだ。きっと君は、僕のこんな不安をかき消してくれる。そう信じてるよ。さあ、今日も踊っておいで。いつか君の運命を、その手につかめるように。タップトラップラブボリューム2クラウン。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 左左左右。わかったか？へいへい。だいたいわかった。うん、バクマ。じゃあ、2個も来たから振り打ちは終わりだ。え？いやいや、ダメでしょ。ここで終わっちゃ、僕これだけじゃ全然踊れないんだけど。大丈夫だよジョイ、僕たちが教えてあげるから。え？え？もうみんな覚えたってこと？当たり前だ。そうですか、そうですか。覚えてないのは僕と君だけらしいよ。落ちこぼれ同士仲良くしようね。お前ももう少ししたら振り写し始めるぞ。振り写しっていうのは、うちの場合だとジャッキーが決めた新しいステップをみんなに教えて踊れるようにするってこと。 OK？ねえねえジャッキー、もう一回やってよ。ダメな僕ちんのために。ニコも勉強したいってさ。そうだな。じゃあゆっくりカウントでもう一度やってみるから、見ていてくれ。まずは右から 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 左左左右。フルバック。キャップ、レオは一緒に踊ってみてくれ。行くぞ。5、6、7、8。
セーブン、エーイ、踏ん張る。ウィング。次は音に合わせてみるぞ。ジョイ、音頼む。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。こうやって見てると踊れそうなんだけどな。踊ってもらわなきゃ困る。次、ジョイも入れ。はいはいっと。ファイ、シックス、セブン、エイ。キャップは問題なさそうだな。レオは最後のカウントが他と合えばいいだろう。問題はジョイだな。特訓決定。決定。僕この後お嬢ちゃんのレッスンだから、ジョイも基本からやり直しなさい。賛成。それがいいかもしれないな。ですよね。でも僕今日はこの後忙しいんだよね。つかみんな忘れてない？今夜のジャスティス。何のことだ？なんだっけ？忘れた。もうひどいよみんな。冗談だよ。みんなで見に行きますよ。俺は用があるから間に合えば合流だな。わかった。んじゃあお先。あーキャップ、さっき撮った振り付け確認用の動画どっかにあげといて、見ながら練習するからさ。オッケー。じゃあね。出てく時まで慌ただしいな、あいつ。俺たちも上がるぞ。そう、じゃあジャスティスでね。ではお嬢ちゃん、遠慮なくビシビシ行くよ。今日は基本中の基本、姿勢の練習しましょうか。お嬢ちゃん、ちょっと猫背気味だからね。このバーを使って練習するから、鏡の前に。もっとこっちおいで。それじゃあ、このバーに右手だけ捕まって、前を見る。両足のつま先は少し外側に向けてね。体はまっすぐに。前かがみも反ってもダメ。背中を伸ばすように、体の芯をまっすぐにね。頭の上を伸ばすように。ここ。頭のてっぺんから吊るされてる感じね。いい？イメージしてみて。憧れのステージ。たくさんのお客さんが君を見に来てる。もうすぐ幕が開く。幕が開いたら、満杯の客席の視線を一人で浴びるんだ。これから始まるステージへの期待に溢れた、お客さんたちの視線。ここ、もっと伸ばして、背中の下。君一人に注がれる視線。それを受け止められるように、背筋ピーンとさせて。もっと胸張る。そう、綺麗だね。いいよ。どう？熱気が伝わってくるでしょう。これから始まるステージへの期待、感じるでしょう。ほら、期待で湿ったお客さんたちの吐息、感じてごらん。顎下がってる。顔は下向けない。もっと顎上げて、もっと。そう。そして僕を見て。
僕の目を見て。僕の目がお客さんの目だと思って、しっかり見つめて。どうした？なぜそらす？僕が怖い？そんなんじゃ、満員の客席を満足させられないよ。ほら、もっと近くで僕を見てごらん。その目でしっかり。僕の目に映る自分自身を見つめて。その目に僕を捉えて、離さないように。いい？一度捉えたら、決して目をそらさないこと。目をそらすということは、自分自身から目をそらすことになる。そうなったら、雰囲気に飲み込まれて、思い通りのダンスが踊らなくなってしまう。そうなったら、君の負け。そんなの嫌でしょ？だったら、目をそらさない。僕を強く見つめて。僕の目の中に映る君を、自分自身を、そしてその目で、僕を惚れさせてごらん。オッケー。いい目だ。綺麗で、強くて、僕を捉えて離さない、まっすぐな目。いよいよ、開演のブザーが鳴る。すると、客席が静まり返り、幕が開く。さあ、始まるよ。君の舞台、君のダンスが。ほら、肩に力入りすぎ。下向かない。顔は前。膝が緩んでる。おっと、大丈夫。いつでもこうして、僕が支えてあげるから、思いっきり踊りなさい。わかった？はい。今日の僕のレッスンはここまでね。よく頑張りました。ねえお嬢ちゃん。この後って時間ある？それなら一緒にジャスティス行ってみない？今夜ジョイがオーガナイズするイベントらしくって、ジャッキーとレオも来るんだよね。そこで音を感じる練習をしてみるといいよ。体中で音を感じれば、そこからダンスのニュアンスが生まれてくるから。じゃあ決まり。集中したらお腹減っちゃったみたいだね。時間もまだあるし、何か食べに行きましょうかね。いらっしゃ、あれ、ニコ、今日はバイト入ってないよね。どうも、チームメイト1号のキャップです。あ、タップチームの。はじめまして、リーです。ニコがお世話になってます。お世話してます。これから練習ですか？もう練習は終わって、この後チームのメンバーが、ジャスティスってクラブで DJ やってるんで見に行こうかなってね。そうなんですか。その前に、腹ごしらえに。というわけで、テイクアウトでホットドッグ2つと、コークとプラムスカッシュください。はい。ホットドッグ2、入ります！今用意しますね。あの子、いつもここでオーダー取ってる子だよね。お友達？そう、いい子そうだね。お待たせしました。コークとプラムスカッシュ。ホットドッグは熱いので気をつけてください。いい匂い。キャップさんも一緒だから大丈夫だと思うけど、気をつけて楽しんできて。大丈夫、彼女はメンバー全員でお守りしますよ。はい、代金ね。ちょうどいただきます。じゃあよろしくお願いします。 Of course。 ありがとうございました。
大丈夫。この店元が防空シェルターだったらしくて、すごい爆音なんだよね。音がお腹に響いてくるような感じでしょう。ジョイの番まだかよ。俺クラブあんま好きじゃねえんだよ。あいつだけ聞いたら帰る。もうすぐだと思うけど。ねえレオ、僕ドリンク持ってくるからさ、どっか席取っといてよ。オーケー。ほらこっち来い。お前クラブは初めてか。あ、そっか、記憶がねえんだって言ってたっけ。悪い。このクラブマース DJ によっては入れないくらい人気らしいぜ。特に上位の人気がすごいって。まあ自分で言ってるから本当かどうか怪しいけどな。ここ空いてるから座ってろ。すげえな。俺は DJ の良し悪しとかわからねえけど、ジョイのプレイは悪くないと思うぜ。こんなの大したことないじゃん。は？誰だお前。あいつの DJ って誰かの真似って感じでさ、踊りづらいしセンスダサいしレベル低く。お前がそう思うのは勝手だが、俺たちはあいつを聞きに来てんだ。邪魔すんな。あんた誰？俺たちはジョイの仲間だ。お前こそ誰だ？仲間？はあ、あんたたちあれだ、ジョイと一緒に踊ってるユーフォリアのメンバーだ。じゃあしょうがないね、ダサいもん同士だもんね。てめえダサいゆえに喧嘩っ早いって、ほんとレベル低の野郎。レオアンガ、どうした？うん、このお兄さんに殴りかかられただけだと。喧嘩売ってきたのはてめえの方だろうが。お嬢ちゃん、こっちおいで。ちょっとレオ、何やってんのさ。うちのが絡んだみたいで悪かったね。キャップ、そいつが先に手を出した方が悪いの。何もしてねえよ。それとも思い知らせてやろうか。話のわかるお兄さんが来てよかった。俺ダサいのとバカなやつ大嫌いなんだよね。そりゃどうも。でもあんたも良くないんじゃない？僕も聞いてたけど、ジョイの邪魔しようとしてたみたいじゃん。バカも嫌だけど寛容すぎるのも嫌だね。ああ気分悪。行こう。あの野郎。レオ、あんた今派手に暴れたらジョイの邪魔するのと一緒だって分かってんの？だけど。だけどじゃない。だいたいお嬢ちゃんほったらかしてさ、大騒ぎになる前でよかったけど。ほらジョイの DJ 終わっちゃう前に、せっかく来たんだから踊っておいでよ。踊る気になんかなんねえよ。ダメ、彼女をほったらかしたバーツ。それにこれもお嬢ちゃんのダンスのレッスンになるから付き合ってきなさい。分かったよ。ほら行くぞ。はあ、なんだかまたヤバそうな人が出てきちゃったね。なかなか面白かったね。変な野郎に絡まれたけどな。お嬢ちゃんどうだった？耳まだおかしい感じでしょ。お前スピーカーの真ん前にいたからな、そりゃ耳もおかしくなるだろう。結局ジャッキーは間に合わなかったね。ちょっとレオ、あんた右手血が出てる。グラス倒したと聞きったんじゃないの？ん、ああなんか痛えと思った。この程度舐めときゃ治るって。治んないです。そうだ、ちょうどいいじゃない、
お嬢ちゃん送りがてらドクターに見てもらったな。大したことねえよ。大したことでしょう。だからこんな傷は。ええよ。ほら、お嬢ちゃんも言ってるでしょ。ちゃんと見てもらいなさい。だよ。じゃあ行くぞ。帰りに変なのに引っかかるんじゃないよ。せえ。おやすみ。んで、お前ん家はどっちなんだ。ああ、あのヤブ医者のとこに住んでんだったな。ヤブじゃないかどうかはかかってみりゃわかんだろ。こんな傷大したことねえよ。それよりいつも俺の右側にいろって言っただろ。ほらこっち側来いよ。もう少しだ。あと一針。ぜっ、だらしねえな、男だろ。患者にはつった親切にしろってんだ。おめえみてえなガキが生意気言ってんな。これでよしっと。あとは生姜でも貼っとくか。生姜貼ってよし、飲んでよし。生姜は万能薬だからな。そういやあんた、患者から金取らねえって聞いたけど、そんなんでやってけんのかよ。お前らみたいなガキから取らねえだけで、その分チンピラから取ってるから問題ねえ。ほら終わりだ。どうも。でお前さんがニコにタップを教えてる先生か。先生っつうか仲間っつうか。なりは派手だが意外とまともそうだし、言っとくがあの子に手出したらただじゃおかねえからな。誰が出すかっての。おうニコ、大丈夫だ。 2,3 日もすりゃ傷口も塞がるだろう。あとは生姜湯でも飲ませときゃ心配ないから入れてきてくれ。楽しそうにタップやってるみたいだからうるさいことは言いたかねえけど、あんまり無理はさせないでくれ。もし頭痛そうにしてたらすぐ連絡してくれ。頭痛くなったりするのか。記憶障害は頭に爆弾抱えているようなもんだからな。いつ何のきっかけで一気に思い出すかもしんねえし。俺たちがいるから大丈夫だよおっさん。おっさんじゃねえだろ。ったく、こんな夜中に人を起こしやがって。救急患者見んのも医者の仕事だろうが。生意気なこと言ってっと、その口も針で縫っちまうぞ。でもまあ、いろいろ面倒かけるだろうけど頼んだぞ。ああ心配すんな、何があっても俺たちが守ってやるよ。今日も練習？夢中なんだね、タップに。そうだね、君を導いたのは僕だ。僕が嬉しそうじゃない？そんなことはないよ。だけどもしかしたら僕は君に過去を思い出してほしくないのかもしれない。正直僕自身自分の気持ちが説明できない。君にかつてのことを思い出してほしいし、同じくらい忘れたままでいてほしいと思う。僕はただもうこれ以上君を傷つけたくないだけなんだ。ねえ、これだけは本当。僕は君が踊っている姿が大好きなんだよ。それだけ覚えておいて。
やっと振りが入ったよ。でも最後が超絶無理だよ。何甘えてんの。最後まで覚えてないのジョイだけだよ。マジで？ダメな子ボクちんだけ？ギャーギャー言ってる暇あんなら練習しろバカ。うん、お嬢ちゃんおはよう。じゃあ始めましょっかね。ジャッキーは？先生はオーディションのエントリー取ってくるから少し遅れるってさ。あ、もう出たんだエントリー。おはよう。あれ？早かったね先生。どうだったどうだった？今回何組？僕たち何番目？12組。俺たちは最後だな。うふふ、鳥か。燃えるね。今回はあいつら出んのか？ホードのエッジか。ああ、俺たちの一つ前だな。エントリーシート見せて。あれ？3人組じゃなかった？1人増えたみたいね。アンガーってか。アンガーってなあ、この間クラブで俺たちに絡んでた男、アンガーって呼ばれてなかったか？ジャッキー、ちょっと見せて。どうした？ごめん、オーディション出れないかも。あ？僕今日練習休むわ。何？ちょっと、どうしたのジョイ？みんなごめん。ほんと、ごめん！おい！ちょっと、ジョイ！どうしたんだ、あいつ。そう。この前のあいつが、アンガーってのと同じやつだとすると、何か関係があるのかもしれないな。絡み方もあんまりいい感じじゃなかったし。レオの次はジョイね。一難去ってまた一難。いつになったらまともにみんなでレッスンできるんでしょうかね。なんで俺が。まあ、あんたはもう納得できたんだからいいけどさ。それで、今日はどうする？とりあえず4人で練習やっとく？レオはこの後空いてるのか？ん？ああ、もともと練習のつもりだったし。なら、彼女にプルバックを教えてやってほしい。は？こいつまだ始めたばっかりだぞ。お前も彼女の才能を見てるだろ。基礎さえ教えてやればすぐに踊れる。それに今回のオーディションに間に合うかどうかはわからないが、今のうちから覚えておいて損はないと思う。うちじゃ大技はお前が一番得意だからな。まあそりゃそうだけどよ。それじゃあ今日はレオのレッスンになるわけね。了解。先生はどうすんの？あのまま放っておけないだろう。ジョイと話してくれ。レオ、頼んだぞ。お嬢ちゃん、頑張って。任せたよ、レオ。しょうがねえ。やるか。ここにいんだろ、アンガーは。おやおや、 SS の番犬が遊びに来てますよ。アンガーはどこだ？さあ出せ。何こいつ、ここはホードの。出せって言ってる。出すって何を出せばいいのかな。薬でも買いに来たのかな、僕ちゃん。僕をお探しで？やっぱりお前、どうして？どうして？あんたが抜けられてどうして俺が抜けられないと思うの？あの地獄から。お前はこっちに来る必要ないだろ。誰が決めたの、そんなこと。リュウジ！やめてよ、その名前。大嫌いなんだよね、それ。吐き気がする。
お前が残って、それでみんなめでたしめでたしだったんじゃないのか。だから誰が決めるのよそれを。それは俺にとってのめでたしめでたしなわけ。あんたが思ってるものが俺の欲しいものとは限らないじゃない。だけど。だけど何？せっかく作った新しい自分の足場を奪われたくないって。勝手なんだよねあんたは。いつも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 球児叩き潰してあげるよ。あんたの新しい居場所とやらを残らず全部。そしたらあんたはまた逃げるのかな。新しいエデンを探しに、周りの奴らをみんな裏切って逃げ出すのかな。出ないよオーディションには。だからお前も出なくていいよ。どうして？出るよ俺。あんたはそれを指をくわえて見てればいい。あんたの大事なものを全部潰してあげるから、負け犬みたいにまた逃げ出せばいいさ。ジャッキーのやつプルバック教えろって。お前みたいに始めたばかりのやつが簡単にできるもんじゃねえ。まあでもこれができるようになるとステップの幅がぐんと増えるから、文句言う前にやってみるか。よし。まずプルバックっつうのはステップの一つで、ジャンプしながら足を後ろに引いた時に音を出す。こんな感じ。基本他のステップはその場からあんま動かないけど、このプルバックは後ろに足を引きながら動いて音を出してく。膝を柔らかくしておいて飛びながら引く。この時重心はステップを踏んだところに残す。ちなみにこれを両足でずらしてやると、こうなる。これ時間かかるやつはできるようになるまで1年くらいかかんぞ。ちなみにジョイのやつはようやくできたとこだ。まずは地道に片足ずつ練習していくしかねえな。んじゃ、バー使って練習すっか。シングルが完璧になるまでは練習はこのバーとか壁とか掴んでやれよ。危ねえからな。まずは足を引く練習だな。バーを両手で掴んで片足ずつ右足から膝曲げてみ。お前カクカクしてなんか操り人形みたいな動きだな。わりわり膝力入れすぎ。ちょっと緩めて。膝を前に出すように力を抜いて曲げる。そのまま後ろに足を引くんだ。そうだ。そして足を引くとき重心は前に。よし、いいぞ。もう一度。最初は思い切って後ろに飛ぶイメージだ。慣れてきたらバーを使わずに飛べるようにしていこうな。重心は前に、足は後ろ。足後ろ！わ、悪い。ほら、捕まれ。急に大声出して悪かったな。足ひねったりしてねえか。何人の顔ジロジロ見てやがる。うるせえ、真っ赤になんかなってねえよ。真面目にやれ、ったく。
しばらく1日3分でもいいからこの練習して、足を後ろに引く感覚をつかむしかねえな。シングルはその後だ。以上、今日の練習終わり。ああ、お前、後で念のために足やぶ医者に見てもらえ。今は痛くなくても後で腫れたりしたら困るだろうが。わかったな。ぐるぐる足首回してみろ。どうだ、痛くねえか？そんならまあ大丈夫だろう。しかしお前の先生は怪我させるほど練習させんのか？もうちょっと練習したかっただ。たく、のんきだなお前さんは。んで、オーディションに出ないって言ってるやつはその後どうなった？なんだ、お前たち仲間なのにまだ理由もわかんねえのかって、まだチームに入ったばかりで仲間になりきるって方が難しいか。お前らのチームは本格的にプロでやってこうって集まりなんだよな。そのチャンスを棒に振ろうってんだから、本人にとってはかなり切実ってわけだ。そんならあとは本人に任せるしかねえわね。戻ればよし、戻んなくてもそれはそいつの人生だ。認めてやるしかねえだろ。バーカ、お前が暗くなってどうするよ。仲間なら待っててやりゃいいんじゃねえのか。結果がどうでもさ、お前の仲間なんだろう。俺はお前の目を信じる。だからその仲間がただの弱いやつとは思わねえよ。そうだろ。今日はこれで終わりにして、たまには外で飯食うか。ありがとうございました。ニコ、休憩入ってきなよ。ニーコ。どうせオーディションに出たくないって言ってた人のことを考えてたんでしょ。やっぱりね、本当考えてることが顔に出るよね、ニコって。さっきのその話だけど、ユーフォリアってここ何年かアトミックシアターのオーディションでかなりいいところまで行ってるらしいし、今年こそ優勝目指して頑張る時なのに、オーディションやめるなんてただの知り合いじゃないのかもね。でもさ、それってちょっと失礼だよね。だって結局相手とは対等に戦う気がないってことでしょ。相手の人は知ってるんだよね、その彼もオーディションに出るってこと。ってことはつまり、その相手は戦うつもりがあるってことだよね。そうなると戦う前に逃げられるってあんまりいい気はしないと思うな。部外者がなんかできる問題でもないし、冷たいようだけど、ニコもあんまりその人の事情に深入りしない方がいいかもね。結局決めるのは本人にしかできないことだしさ。ダメだよニコ、変に関わっても彼を救えないし、ニコが傷つくだけかもしれないよ。って言ってもどうせ放っておけないんでしょ。どうにかしてあげたいんなら会って話を聞いてみたら。まずはそこからじゃないかな。すいません、やば。じゃあまた後でね。いらっしゃいませ。おう、ってお前か。こら、失礼でしょ。おはよう、お嬢ちゃん。ジャッキー、ジョインとこ寄ってきたんだろ、どうだった？
ダメだな、今のところ。まだ時間はあるし、説得するさ。うん。やっといた方がいいかもね。4人用のフォーメーションも。そうだな。練習はしておいた方がいいかもしれないな。新しい振りのところもまだ合わせてねえのにな。ニコ、お前、今までの振りは入ったのか？そうか。でもお前、今日は見てろ。それもいいかもね。客観的に見るのも勉強になるしね。それじゃ、新しい振りから行くぞ。レオ、音頼む。ああ。カウント取るから合わせてくれ。まずは右から。ワン、ツー。3、4、5、6、7、8、左、右、プルバック。レオ、クロスでずれるな。5、6、7、8。オーケー。今日はこんなところか。この振り、最後まで踊ると結構来るな。これくらいで音を上げてて、本番どうするんだ。ニコ、お前も体力つけておけよ。ジョイも、今年が初めてなのに大丈夫かね。あいつ、去年のうちのオーディション見て、メンバーに入れてくれって来てよ。最初はどんなもんかと思ったけど、もともとヒップホップを踊ってたみたいだからね。 DJ してるし、いいリズム感してるよ。戻ってくるよな、あいつ。レオ、あんなに楽しそうに踊るやつなんだ、やめられるわけねえよな。大丈夫だ、必ず戻ってくるさ。そうだな。じゃあ今日はここまでにしよう。ニコはこの後基本をもっと教えてやる。それじゃ僕たちは上がるよ。お嬢ちゃん、鬼コーチに泣かされないようにね。じゃあお先。お疲れ。じゃあさっきの振り、もう一度踊ってみるから、まずは見ててくれ。ゆっくり行くぞ。ワン、ツー、3、4、5、6、7、8、左、右、プルバック。もう一度、行くぞ。右から。1、2、3、4、5、6、7、左、右、プルバック。次、一緒にできるところまでやってみてくれ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブン、エイ。よし、いいぞ。プルバック部分はジャンプで補っていいから、ジャンプのタイミングだけ合わせるように。今度は、一人でやってみてくれ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブン、エイ、左、右。ファイ、シックス、セーブン、エイ、踏ん張る。足元、下を見るな。頭上げる。顔は前だ。視線落とすな。いいか、そんなに足元見たいなら、鏡に映る自分の足元を見ろ。もう一度行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。背中は曲げない、伸ばして。そうだ、上半身硬いぞ。肩に力入れない。背中、また曲がってるぞ。顔、下向いてる。鏡を見ろ。ストップ。
ステップはだいぶできてきた。上半身がまだ硬いな。だからバランスが悪い。特に踊ってると肩に力が入るようだ。左、左、左、右。これだけ繰り返してみてくれ。ここ、上げるな。力抜いて。まだまだ、もっとだ。抜け。いいぞ、そうだ。よし、だいぶ良くなった。ステップ、一人で練習したのか。頑張ったな。タップは楽しいか？そうか。お前はまだ始めたばかりだしな。そのうちに目標を見失うことがある。踊っていて楽しいっていう単純なことが見えなくなって。俺もそんな時があった。でも俺は取り戻すことができた。だからジョイもそうだといいんだが。この後ジャスティスに顔を出してみようかと思ってる。ジョイ、あっちには行ってるはずだ。お前も来るか？ OK。 二人で取り戻しに行くぞ。俺たちの仲間を。すごい人だな。俺から離れるなよ。あれ？この前ここに来てた彼女じゃん。何？新しい彼氏？アンガー、こいつ知ってるよ。ユーフォリアのリーダーでしょ。あのダッサいダンスの。ダンスに SS とかフォードとか関係ないもんね。違う？リーダーさん。確かに関係ないな。俺はさ、自分が正義でございって顔して踊ってるあんたたちが好きじゃないんだよね。そういうのかったるいじゃん。そういうつもりで踊ったことは一度もないな。ニコ、お前俺の後ろにいろ。いいな。あんたっていつも誰かにかばわれてばっかりなんだね。いわゆるお姫様扱いってやつ。あ、聞こえねえな。何言ってるかわからねえよ。もしかして喋れないんだ？おい、何がおかしい？だって声出ないって。そんな人がなんでダンスなんかしてんの？そんなことしてる場合なの？お前ねえ、踊ってみせてよ。こいつらと踊ってんでしょ。あんたがどんな踊りすんのか俺に見せてよ。これがあんたの全てだって思えるほどのダンスをさ。しなくていい。くだらない。なんで？ダンスなんて人に見られなきゃ意味ないじゃん。お前にとってはそうなんだろうが。去年のアトミックシアターのオーディション最終まで残ったって大騒ぎだったじゃん。あんなんで最終なら俺いつでもあんたらを抜ける自信あるね。少なくともジョイ、あのヘタレよりは全然マシだよ。ジョイのよりまともじゃん。お前は誰かと比べないといられないのか？そんなの何だってそうでしょ。優劣なんて他人と比べないと出ないじゃん。そうか。ダンスはただ見ればその価値がわかると
俺は思ってるが。そういう正義面がムカつくって言ってんだよ。ギュージ、だからやめてよその名前。大嫌いなんだよね、次なんて字がつく名前。誰かの後を追わされてるみたいで吐き気がする。お前にとって目障りなのは僕だけだろ。その通り。一番のはずのあんたがさっさと尻尾巻いて逃げちゃったもんだから、次の俺がどうにかしないとなんなくなっちゃったんだよ。知ってんだろ、あいつらは俺もあんたも関係ない、ただの器が必要なだけなんだ。それは悪いと思ってる、思ってた。だけどそうかな、全然俺にはそう見えないけど、僕のことはいい。でも二人を僕たちの争いに巻き込むな。それは違うね。あんたがユーフォリアを選んで、俺がエッジを選んだ。ならユーフォリアは俺の敵なんだ。お前の戦いってのはクラブで下手な妨害したり、怪しげなタブレットを売ったり、メンバーに絡んだりすることなのか。別にそれだけじゃないけど。どうせオーディションで戦うことは決まってる、それならそこで決着をつければいい。そうじゃないのか。ああ、はいはい、わかりましたよ。妨害はしない、薬も喧嘩も売らない、これでいい。ああ。その代わり降りるのはなしだよ兄さん。兄さん、アトミックシアターで決着をつける。あんたも出るんだ。わかった。今度は逃げるなよ。よかったのか。どうだろうね。ま、出なくちゃいけなくなったみたい、僕。正々堂々とタップで戦えばいい。うん。あいつが出てきた以上、結局やらなきゃなんなくなるんだ。もう、逃げるのは終わりにしなきゃ。リュウジからも、自分からも。そうだな。嫌な思いさせちゃってごめん。ねえ、お腹空かない？辛いもん食べに行こうよ。お詫びに僕おごっちゃうからさ。ジャッキーが辛いの苦手なんて知らなかったよね。美味しかったでしょ、チリミートバーガー。ありがとう、今日来てくれて。あれ、弟なんだよね、母親違いの。あいつ今はあんなだけど、ちっちゃい頃は可愛かったんだよ。僕とも仲良くてさ。でも僕ん家ってウォールの向こうのニュータウンなんだよね、いわゆるお坊ちゃまってやつ。で、僕は前妻の子で、あっちは父親の愛人の子供なわけ。今は血のつながらない母親だけどね。なんだけど、あっちのがさ、優秀なわけよ。周りの大人はもう大変よ。あと次にはどっちがいいとか悪いとか、何かあると比べられて、もう心底やでさ。いえ、あんなに仲良かったのに、周りにああだこうだ言われるうちに、気がつくと僕とあいつの間に変な溝みたいなもんができちゃって。環境って怖いよね。関係ないじゃんって思いながらも、そのうち口も聞かなくなって。毎晩クラブで遊び始めて、その頃なんだ、踊り始めたの。なんか踊ってるとめんどくさいことを忘れられて、無心になれるんだよね。
でもさ、ある日アトミックシアターで踊ってるジャッキーたちを見てさ、技術もすごかったけど、すごく楽しそうだったんだ。初めてこいつらと一緒に踊りたいって思った。何も考えなくていいから踊るんじゃなくて、自分のために踊りたい、そう思ったんだよね。同じ？僕と君が？そっか。実はさ、僕がいなくなればあのうちは落ち着くんじゃないのかなって勝手に思ってたんだよね。リュウジは出来もいいし、うち継いで、そしたらみんなも納得してギスギスした感じもなくなるんじゃないかなって。だけどそんなのは僕の勝手な思い込みだったみたい。アンガーが戦いたい僕と？正面から。僕さ、正直あいつとまともに戦ったこと一回もないんだよね。勉強でもスポーツでも。あいつは出来がいいから、なんかちょっとやってみようとしても、あいつが始めたらすぐに抜かれちゃってさ、そんなことばっかで嫌になって。でもタップは、チームの仲間は、これだけは僕本当に大切にしたいんだ。君に話したら、なんかすっきりした。あのさ、お願いがあるんだけど。抱きしめさせてもらってもいい？で、ポンポン背中叩いてくれる？頑張れって。頑張る。ごめん。僕、かっこ悪いね。でも、もうちょっとだけ、甘えさせて。ありがとう。ついてる。チリミート。彼が立ち直ることができたのは、きっと君の力なんだろうね。君はまるで台風の目みたいだ。そうやって周りを巻き込み変えていく。彼のことも、そして僕のこともきっと。だけどそんな君自身が自分の傷を直視した時、君は踊り続けていられるのかな。笑えずに伏せた。
Just believe higher and higher 今この壁を越え